北、秋津城は、埼玉県所沢市北秋津にあった、日本の城。歴史的な背景がほとんど伝わっていない城であり、柳瀬川流域の歴史と文化の著者の栗原中道は、大石東東海出身への館とし所沢市では、鎌倉時代以降の豪族の館と推測している。また、滝山、八王子領の交通網や滝の城とのつながりを考慮すると、 ご北条氏が何らかの拠点として使用していた可能性も考えられる。付近にある実月神社の案内板に書かれている民間伝承によると、この土地の殿様がいつも領民に無理難題ばかりを吹きかけて困らせており、ある時に無理な願いを叶えた代わりに神罰によって声を失ったと伝わっているが、この殿様が北吉上主のことだと言われている。東西七十メートル。 南北30メートルの飛行二重の L 字系土類とヤゲンボリが現存しているものの周囲がマンションや住宅地化しているため城跡の下半部分がすでに破壊されている。戦術の通り市による発掘調査は行われたものの現在市内で唯一の県指定文化財に指定されていない上市であり案内版もなく保存活動もほとんど行われていないため 以降の破壊が進む恐れがある。所沢市による発掘調査も行われており、その研究結果も小冊子として発行されているが、上司の特定に至る発見は見つかっていない。所沢歴史物語より、ありがとうございます。